つけ麺の方が、つけ麺の方が、まあ、どんこまま押し出そうでね、あ、それいいっすねみたいな話になって、ずっとすごいね、まあ、一緒にこうみんなで3人でご飯食べてたんだけど、なんか食べながらこう気持ちはどんどんラーメン熱が高まるみたいな感じになったんで、ラーメンの歌を歌ってもいいでしょうか。皆さんラーメン好きですか？今年、まあ、ここは、ね、5回ほど来させてもらって、こういう形で、ウクレレワークショップ、ミニライブと、まあ、みんなでお食事楽しんだり、そういう時間なんですけれども、広島の、まあ、広島県内各地あちこちでライブさせてもらったり、まあ、日本も、まあ、今年も、東京の方も行ったり、東北の方も行ったり、あちこち行ってライブさせてもらったんですけど、まあ、広島でも特に あちこち行って、東広島市でも、まあ、ウクレレのレッスンも結構たくさんやってて、で、そこでですね、いつも、ラーメン屋さんでライブさせてもらってるんですよ。ラーメンライブってやつやってるんですよね。年に2回ほど。で、そこのお店がですね、麺空海ってお店なんですよ。麺空海。なんでそんなのあったかっていうと、まあ、そこのラーメン屋さんの大将が、修行し終わって独立しようと思った時に、まあ、すごい仲のいい親友と言える人に、まあ、その人も音楽やってた人なんですけど、その人にですね、いや、お店出そうと思うんだけど、なんかいいお店の名前ないですかねって言った時に、その人がラーメン空海、麺空海って言ったらしいんですよ。そのままそのお店が名前になって今年で22周年目だそうですよ。で、東広島市ね、まあ、そんな大きな町じゃないんですけども、でもそこで22年ラーメン屋さんやるとは結構大変なことですね。バイパスというものができるとですね、バイパス沿いにはですね、何やら資本力を持ったチェーン店というやつが、ね、バーンって出てきたりするんですけどもね、その麺空海の裏にですね、王将と来来亭ができてるんでね、ものすごい激戦区でまた頑張って、ラーメンを作ってるという大将がいるんですよ。息子さんと2人で頑張ってるんですけど、年に1回ほどそこでライブさせてもらったり、そこのつながりの人に、まあ、ウクレレのレッスンね、しに行ったりとか、まあ、そういう風になってるんですけども、その麺空海大将に捧げる歌というのがありますのでね、まあ、ここでも何回か歌ったことあると思うんですけどね、今から歌いたいと思うんですけど、この歌、皆様と皆様の声があって、とてもあったかいラーメンが出来上がるというシステムになってましてね、どういうふうにやるかというとですね、わしがラーメンと言ったら皆さんもラーメンで返してね、空海といえば空海で返す、で最後は一緒にラーメン空海麺空海と歌うとね、いいっすか、いいっすか、いいっすか、シールソングみたいね。え、ちょっと練習してみようか、いいよ。ラーメン、はい、ラーメン、空海、空海、ラーメン、ここ一緒ね、ラーメン、空海、麺、空海っていう感じなんですよ。OK。
ありがとうございます。面空海大社に捧げる歌でした。